始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タレバッコーチのアンドレです。今回もイミコは謎解き、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。さあ来ました、指定席だって違和感特に何もないけどね。なんかこのポップコーンでかすぎじゃねえぐらい。でもポップコーンは多分そんなに関係ない。え、私はやっぱね何もないけどね。なんだ、なんかここだけあれじゃない、椅子が畳まれてないと思ったら誰かいるわ。やっぱり、え、指定席だ。そういうことか、なるほどね。怖っ。誰もいないはずの席に座っていたのは隣の病院で亡くなった少女の霊だった。少女は元気になったら映画を見たいとよく口に言っていたそうだ。なるほどね、そういうことか。でも隣のポップコーンとかに関しては完全に気づいてるよね。だってポップコーン投げてるもん。なんか暴走してる。さあ来ました、職務質問。え、なんかこの腰のやつ怪しく、これはさ、なんかあれじゃない？ホラーとかじゃないじゃん。これは単純にこの男性の趣味ってだけじゃない？これは勝手に覗いた俺たちが悪いと思うんだけど。だってね、別にあれだもんね、公共の場で脱いでるわけじゃないもん。見た目の怪しい男は怪しくなく、一見普通の人が怪しかったりする。この警官の本性は怪しいように思われるが、法律を犯してるわけではないので違法性はない。その通りよ、その通りよ。この男の趣味なだけだから別に何も悪いことしないよ。さあ来ました、掃除の時間だって。うわ、これ怖っ。嫌いなあなたを掃除しますみたいな、そんな感じじゃない？だって見て、奥のさ、なんていうの、あの、この奥の書き初めの友情っていう文字、これ怪しいよね、非常に。これ絶対嘘だね。友情なんて形もない、かけらもない、それがあんたらでしょって思ったけど、待って、分かった。3人いるのに上履き3つ、2つしかない。え、そういうことでしょ。え、違うの、そういうこと。え、何これ、何これ、正解、何これ。ちょっと待って、何も予想ついてないんだけど。なんか今3人ともおかしかったよね。畳の部屋で靴下の女の子たち、しかし3人いるのに靴は2足、一足足りない。もう一足はゴミ箱の中に。なぜゴミ箱にあったのかはきっと二人が知っているのだろう。え、どういうこと？なんで一足あるの？そっちに。え？単純にあれ？あ、やっべ、書き初めで靴まで折れちゃった。もう吸ってよ、うふふ、みたいな、そういうこと？起きた。夢中になっていることだって。これスマホでしょ、危ないよ。子供を引きながらね、スマホなんて。でも子供いなくない？え？これか？やばい、誘拐されたぞお前、スマホばっかいじってるから。何してんねん。ベビーカーは赤ん坊が乗るためのものなのに赤ん坊がいない。一体いつからいなかったのか。手遅れでなければよいが。怖いよこれ、気をつけてください皆さん。子供といるときは子供を見てあげて。こんなね、ちっちゃい四角じゃなくて子供を見るの、愛情を伝えてあげてください。起きた。うずら、ずっともうだって、まあ、よくあるやつね、ずっともっぷりだ。でも皆さん、僕は気づいてしまいましたよ。左の女の子の首、これ死んでるでしょう。この左の女の子、左じゃない、左か。怖すぎ、目決まってるもん、なんか一丁前に。うちはずっと持って行ったよね。でも知ってんだ、あいつらとうちの陰口言ってたの。だから一生言えないようにしてあげてや。だってうちらずっともだもんね。怖すぎです。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。